ゲルゲ。今回ご紹介するのは安田聖也さん。愛称はセイティ。セイティ。1996年6月23日生まれ。秋田県出身。血液型は A 型。身長162センチメートル。デビューは2010年10月。日本の女性タレント、女性ファッションモデル、女優。2010年、第35回ホリプロタレントスカウトキャラバンにて、グランプリを獲得し、デビューします。そりゃ、こんな美人ならグランプリ取るわな。2011年6月号から2012年3月号まで、ファッション雑誌、ラブベリーの専属モデルを務めました。2012年、テレビドラマ、GTO に森下鈴鹿役で出演。ポイズン。反町版とちゃうで。2014年2月22日公開映画、赤ピンクに、安住役で出演。フォーバス出てた三崎あやめさんと映ってる。2016年7月1日、特撮ドラマ、ガロ、アシュラに、連役で出演。このガロ作品、知らんかった。2014年5月24日公開映画、キカイダーリブートに、三つ子の友達役で出演。モブっぽい役やな。2019年2月16日公開映画、笑顔の向こうにに、ヒロイン、真夏役で出演します。CM 出演には、2015年から2016年まで、龍角散。2020年に、JA 全農秋田、秋田米、秋田小町などがあります。そして、2022年12月4日放送の特撮ドラマ、仮面ライダーギーツ、第13話から、サマス役として出演します。ギーツ23話で、チラミさんビンタされてたね。あれはご褒美です。今後の活躍を楽しみにしています。運営ライダーに変身しないのかな？お前、ライダービンタ期待してるな。